サボさん。おお。大阪さん、はい、半端ない記録で日本人おめでとうございます。ありがとうございます。今あのフォアフット修造やってみたんですけど、はい、どんな感じでしたか？いい感じでした。いい感じ、はい、先月行われた世界6大マラソンの一つシカゴマラソン、白の帽子が大迫傑さん、周りは世界の一流選手たちばかりですが、トップ争いを繰り広げ3位でゴール。タイムは2時間5分50秒、半端ない日本新記録を達成しました。見事日本記録更新の報奨金1億円もゲット。東京2020、自分は何を掴みたいですか？もちろんあのメダルっていう部分だったりとかも勝ちに行きたいですけど、はい、まあ、がゆえにやっぱり今に集中したい。今、はい、昔日本は強いぞっていう常識があって、はい、今のアフリカ勢と含めてもうかなわない常識がものすごく僕らのイメージの中に入ってるわけですよ、はい、なんかすごいみんな弱気だなっていうのを感じていて、まあ、日本人選手が、はい、うん、なんでそんな弱気なんだろうってずっと疑問を持ってましたね。そんな大迫さんの活躍で広く知られたのがフォアフット走法です。マラソンでは多くの選手がかかとから着地をしますが、大迫さんはつま先のあたりで着地、これがフォアフット。これになると何がいいですか？なると、はい、まあ、スピードも出ますし、はい、あとはあのうまく走ることができれば、はい、あの逆にこう帰って、かかとで走るよりかもエネルギー消費が少ないっていうか。消費が少ないですか？はい。じゃあなんでやらないですか、みんな。どうなんですかね。僕もやった方がいいかと思うんですけどね。フォアフットはふくらはぎに大きな負担がかかると言われています。世界を見渡しても使いこなしているのはアフリカ勢がほとんど。では大迫さんはこの走り方をどうやって身につけたのでしょう？その秘密はこの地元競技場の隣のこの辺りにありました。向こうの方にちょっとクロスカントリーコースみたいなのがあるんですけど、はい、選手走ろうとすると接地を短くするじゃないですか、長いとやっぱこういろんな石とかで捻挫しちゃったりするんで、はい、まあ、そういうところをこう走るとふわふとなりやすいのかなと。そこで走ってることによってつま先を走るってことを覚えてったってことですね。そうです、本当自然にというか。自然に、はい、分かりました。これはフォアフットじゃないわ、スグルフット走法です。そういうことですよね。はい、それで突然で申し訳ありません。いい顔のちっちゃさにびっくりした。こうして陸上を始めた中学時代にフォアフットを身につけた大迫さん、高校大学では名門校でエース、駅伝優勝に導く活躍をし、 5000m と 1万m の2種目でオリンピックにも出場、誰もが認めるエリート中のエリートです。しかしその口から出てきたのは意外な言葉でした。その能力ってみんな大して変わらないと思うんですよ、はい、センスというか、はい、持って生まれたものって、ええ、だからみんながみんなと能力が同じ分、ええ、違うことをしないとっていう、もっと特別な環境に自分を置かないとってい う, こう危機感みたいなのは常にありました。そんな危機感を持っていた大迫さんは3年前大きな決断を下します。これはそれがアメリカに拠点を移すこと。何？バイバイ。目的はオレゴンプロジェクトへの加入。打倒アフリカを目的に作られた少数精鋭のチーム、世界中から選ばれた10人ほどしか所属できません。大迫さんはアジア人で唯一、
この狭き門を突破。最先端のトレーニングを受けています。そしてこのオレゴンプロジェクトで大迫さんはある課題を克服するための取り組みをしていました。こう力のベクトルがこう後傾だったらどっちかというと上に飛んじゃうんです。もう疲れてくると、はい、昔はこう上に飛んじゃう、はい、こうちょっと後傾しちゃってちょっと こういう感じになる、はいはい、力のベクトルが上に飛んじゃうとは一体どういうことなのか。去年の福岡国際マラソン、注目はレース終盤前を行くアフリカ選手との姿勢の違いです。アフリカ選手の上半身が前に傾いているのに対して大迫さんの上半身は傾いていません。そのため重心移動で生まれる推進力が上に逃げているというのです。テーマはレース終盤に疲れていても推進力を生み出す前傾姿勢をキープすること。そこで大迫さんが行ったのが、ウェイトトレーニング。中でも背筋を重点的に強化。まだ完璧ではないですけど、今回に関してはちょっとこう前傾をかけられたので、こういう感じですね、はいはい、疲れてもちょっと、もうちょっとこう進む力が変わるように。その成果はしっかりと数字に表れていました。前半と後半のタイムを比べると、福岡では後半の方が37秒遅くなったのに対し、日本新を出したシカゴでは後半の方が18秒早くなっています。まさにフォアフットを進化させてみせたのです。そして大迫さん、アメリカでの成長はそれだけではありませんでした。自分にもできるってすごく信じるようになりました。あ、できるって、はい、こう常にこう自分を励まし続けられるようなこうポジティブな、はい、なんでできるって俺でもできるっていう風に思えるようになってったんでしょ。じゃあこの人たちはどうやってこう強くなっていったんだってい う, こうプロセスが明確に見えたので、はい、なんか自分のこう進化の着先にちゃんと彼らがいるってことが納得できたっていうのはすごい良かったなと思いますね。すぐるさんは海外行って、はい、世界最新の人たちとやっていって結果も出していって、今日本の皆さんに伝えれることって言ったらどんなことがあります？本当なんかこうできるんだよっていうことを、まあ、当たり前ですけど、はい、それをこう伝えて、まあ、自分の結果でちゃんと伝えていきたいなっていうのもありますし、うん、まあ、その後は、まあ、まあ先のことにはなるんですけど、はい、ちゃんとこう僕が辿ってきた道をもうちょっと整備して、はい、だから後輩たちに託すと。じゃあスグルチャレンジってことですか？はい、スグルチャレンジ、スグルチャレンジやりますか？何か、はい、そこに次の僕の価値っていうのがやるべき価値って、まあ、僕の価値、そうですね、があるんじゃないかなと思ってて、自分の人生っていうのを辿っていった時にイメージ通りなのかどう捉えてます？すごくだって怪我もないですし、多分挫折みたいなのもないような気がして。あ、挫折って捉え方がすごいネガティブだなっていうのはあって、すごい悔しい経験いっぱいしてきたし、はい、常にあの負けというものは僕の隣にあるんですけど、はい、だけどすごくそれをポジティブに捉えられてるだけなのかなっていうのは思いますね。すいません、もう多分僕怒られるわ、すぐるさんから。あの挫折を愛するって本出したんですよ